皆さんこんにちは。名古屋大学研究フロントラインの運営に新しく4月から加わりました綾塚達郎と申します。どうぞよろしくお願いいたします。さあ本日は新しい企画を立ち上げるということで、私任されました。頑張ってまいります。本日はそのためにゲストに来ていただいております。KMI サイエンスコミュニケーションチーム、略して KMISCT のお二人に来ていただいております。それではお名前をご紹介していただきましょう。はい、KMISCT の長谷川拓郎と言います。よろしくお願いします。はい、長谷川さんよろしくお願いします。もう一人。はい、同じく KMISCT の近藤萌です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お二人は今は学生ということでよろしいんでしょうか。はい、この4月から博士課程の1年後期1年になりました。理学研究科に所属していて素粒子の実験をやっています。はい、ありがとうございます。近藤さんは。はい、私は修士2年の学生で素粒子宇宙の研究を行っております。2人ともこの4月から博士課程後期、そして修士課程2年に進まれたということで、おめでとうございます。そして、本日はですね、これまで1年間の名古屋大学研究フロントラインの運営に携わってきました丸山さんにも来ていただいております。丸山さんもよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあということで、今回始まる新企画、これは一体どのようなものなのかご紹介してもらいましょう。素粒子宇宙物理学研究者と名古屋大学の学生が台本なしに交流し、どのような相互作用が生まれるのか。素粒子宇宙円卓会議。はい、始まりました。お願いします。ちょっと補足はございませんか。今対話形式というふうにご紹介いただいたんですけれど、そのメンバーとしては素粒子宇宙物理の専門知識を有する大学教員の方と、素粒子宇宙に馴染みのない名古屋大学研究フロントラインのスタッフさん、そして、素粒子宇宙物理を学ぶ学生である私たち KMISCT のメンバーという3つの異なる立場から、トークをお届けします。大学教員の方も、ね、いらっしゃってくれますし、またこれまで出演してきました名古屋大学研究フロントラインのスタッフのみんなもここに混じってね、いろいろと聞き出していこうと思います。どうぞこれからよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、今回の新企画なんですけれども、これが立ち上がった経緯について丸山さん、ちょっとお伺いしてもいいですか。はい、今年2022年の2月にですね、長谷川さんと近藤さんが所属する KMI、 後で多分研究所の名前については紹介があると思うんですけれども、 KMI の研究者をインタビューするポッドキャストを特別企画としてやりました。でその時は KMI の広報をされている南崎さんという方と一緒にコラボで企画をしたんですね。でこれは研究者の方と対話形式で、まあ、インタビューという形でやったんですけれども、それをきっかけに KMI サイエンスコミュニケーションチームの皆さんとつながって、このポッドキャスト音声で発信をしていくということに興味を持ってもらったというところが一つのきっかけです。私もこの取り組みすごく面白いと思っているので、ぜひやってもらいたいなと思って、少しずつゆっくりと企画を温めてきました。今日実現してすごく嬉しいです。いいですね。ついに実現した新企画ということで、私もちょっと腕が上がりますね。頑張ります。では先ほどね、ちょうど紹介ということで話がありましたけれども、 KMISCT サイエンスコミ SCT がサイエンスコミュニケーションチームというのがあるんですけれども、この KMI というのは何なんでしょうか。はい、KMI というのは素粒子宇宙起源研究所のことです。はい、素粒子宇宙起源研究所は英語名が小林益川インスティチュートなので、その頭文字を取って KMI です。なるほど、 KMI、ね、小林さん、益川さん、ね、このお二人はご存知の方もいらっしゃるでしょうか。ノーベル物理学賞を取ったお二人ということで言うんですね。なるほど、日本語名の、ね、頭文字ということだったんですね。 KMI、 そうですね。では KMISCT ですが、どのような活動をされている学生チームなんでしょうか。はい、KMISCT は、素粒子宇宙関連の
研究についてのアウトリーチ活動を学生主体で行う団体です。最近はちょっとコロナの関係もあってウェブコンテンツの拡充に取り組んでいます。さまざまなコラムを用意してウェブページを充実させるように頑張っています。それに伴ってそのウェブコンテンツと連携したグッズの作成を行ったりアウトリーチ活動に興味があるような人向けのランチミーティングを開催してゲストの方をお呼びして講演をしていただくというような活動も行っています。非常にこういろんなこう活動されているというご様子が見えてくるかなと思います。ではですね、KMISCT にご所属のお二人なんですけれども、まあ、先ほど博士課程後期とそして修士2年に進まれたということなんですけれどもお二人が、まあ、この KMISCT でこういろんな発信活動をしつつただ普段は研究もされているということですよね。その研究内容についてちょっと聞いていきたいなと思います。じゃあまずは長谷川さん、どんな研究をされているんでしょうか。はい、僕は茨城県の東海村にある J パークという施設で、中性子のビームを使って中性子の寿命を測るという実験を行っています。なるほど、中性子のビームと、これまたすでにかっこいいですね。中性子ってすみません、そもそも何なんでしょうか。はい、中性子っていうのは物質を細かく分けていった合成要素である原子のさらに中心にある原子核を構成する粒子です。なんか原子っていう言葉聞いたことあると思うんですけど、まあ、さらにその中心のでさらにその中心を作るこう粒々の一種類ということで、まあ、相当小さいというものが分かると思うんですけれども、まあ、その中性子がどうなることを研究しているんでしょうか。はい、中性子は原子核の中に存在するときは安定でかなり長い時間中性子として中性子の姿を保ったまま存在することができるんですが、なるほど、原子核の外に出てしまって中性子が単独で存在していると、約15分で陽子と電子と反電子ニュートリノという3種類の粒子を放出してベータ崩壊してしまいます。なるほど、まあ、原子核というのを一旦中性子の家だと例えると、まあ、中性子さんは家を出た瞬間にもうやだって言って壊れてしまうと、そんな性質を持つということですね。はい、で、まあ、その際に違うまたさらに違う粒々にこう壊れていくということなんですね。まあ、なるほど、それはシンプルで分かりやすかったなと思うんですけど、さらにこうその壊れ方とかに何か研究の注目ポイントがあるんでしょうか。はい、まずその中性子の寿命というのはその中性子が、原子核を出た時にどれぐらいの平均的な時間で崩壊するのかというような長さを指します。でこの中性子の寿命をこれまで主に2種類の方法で測られてきたんですが、1つ目が中性子を容器の中に溜めておいてその一定時間経過した後に残っている中性子の個数を数える方法というのがまず1つ目の方法です。でもう1つは中性子から壊れて出てくる陽子の個数を数える方法が2つ目の方法です。でこれら2種類の方法で結果は同じになると予想されていたんですが、中性子を貯蔵しておく方法では880秒で、壊れて出てくる陽子の数を数える方法では888秒という異なる結果が得られています。これは謎ですね。先ほど中性子を原子核というね家から出ると約15分間ぐらいで崩壊するという話がありましたけれども、まあ、その崩壊すると別の粒々が出てくるという話もありました。まあ、つまり中性子が消える、中性子の数が減るっていうものっていう現象と中性子が壊れて別の粒が出てくる、まあ、これは本来では同時であるはずなんですよね。はい、なのにその2つにはタイムラグがある。タイムラグかどうかはまだちょっとわからないんですが、何か、実験をする中で何か見落としていることがある、あるいは、我々がまだ発見していない未知の物理現象が起きているということが考えられています。何か同じ現象のように見えてまだ見落としている現象がそこに眠っているのかもしれない、そんな話ですね。そうです。
なるほど、非常に細かいところの世界ではございますが、でもこうした話もまさにこういうね、一線の研究者の方に聞いてみないとなかなか普段の生活ではたどり着けないような面白い話題だなというふうに思います。長谷川さん、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、では続きまして近藤さんにもどんな研究をしているのか聞いてみましょう。どのような研究をされているんですか？はい、私は宇宙船に関する研究を行っています。はい、宇宙船というのは船ではなくって、宇宙から降ってくる高エネルギーな粒子のことを指します。ああ、なるほど、宇宙に行く方かと一瞬思いましたけど、そうじゃないですね。はい、はい、この宇宙船なんですけれど、すごく高エネルギーな宇宙船っていうのは宇宙のどこからやってきているのかとか、どんな風にエネルギーを持ってやってきているのかっていうのがまだ解明されていないんですね。なのでそれを解明するために、地上で研究を行っております。地上で研究を行っているということで、もう少しこう具体的に言うとどうなんですかね、宇宙船をこう観測するような研究ということでよろしいでしょうか？ですね、宇宙船を観測する実験が世界中で行われているんですけれど、その観測した値っていうのは、粒子が地球に入ってきた時に大気の粒子と衝突や反応を起こして、全然違う粒子に変わってしまった結果を見ているので、その大気との反応の中で何が起こっているのかっていうのを正確に調べないといけないんですけれど、そこにもまだ未解明の部分が多くある状態なので、私はその宇宙船と大気中の粒子の反応を調べるための研究を行っていて、具体的には粒子加速器という大きなトンネルで粒子を加速させて衝突させることで何ができるかなっていうのを見ています。じゃあ実際にこう自然界にあるものというよりはトンネルの中でこう走らせた粒子をこう見ているということなんですね。はい、そうです。はい、トンネルでちっちゃい粒を走らせて、どういうことが分かるんですか？そうですね、私は陽子を走らせて、陽子、はい、陽子と陽子を反対方向から走らせてぶつけて何が起きているかっていうのを見るんですけど、まあ、いっぱいそのトンネルの衝突点の周りに検出器が置いてあって、その反応によってその陽子が壊れて何が起きているのかとか、その陽子の中の物質というか構成要素が反応を起こして何が起こっているのかっていうのを、その出てきたものから調べるっていう風に研究をしてます。やっぱ陽子同士がぶつかるとまた別の粒々が出てくる。そうですね、先ほど話を聞いた中性子と少しちょっとなんかつながりましたけど ね、お二人は粒々がこう壊れる様子をこう調べると、はい、まあ、すっごいざっくりなまとめですけれども、そんなことでもいいんですかね。そうですね、粒々に興味を持ったきっかけってどこだったんですか？僕はそもそも素粒子物理に興味を持ったのが小林先生と増川先生がノーベル賞を受賞したことをニュースで知って、そこからまずそこでそもそも素粒子物理という分野があるんだということを初めて知って、ニュースとか、まあ、テレビの番組で報道されているのを見て、自分もこういうことをやってみたいなと思って、そこからずっと興味はその方向にずっと来ているという感じですね。本田さんはいかがでしょう？私はモチベーションは宇宙にあって、宇宙の起源とか、なんで私たちがこう存在するようになったのかみたいなところが、昔テレビ番組で見てからずっと自分の中で気になる点で、その謎を解明するためにどんな研究がされているのかなっていうので、名古屋大学だとそういう素粒子を用いて宇宙の謎を解明するような実験が行われていて、特に加速器の実験だとその大きな実験装置を用いてすごく小さな部分を見るっていうのがすごい面白いなと思って、素粒子の実験をしたいなと思うようになりました。でも見えないけどもそこに面白さを感じるんですね。はい、そうですね、確かにそんな見えないものをキャッチするためにものすごい巨大な装置、どのぐらいの大きさなんですか？それ J パークって話もありましたし、近藤さんも何かそのトンネルようなものっていうふうに言いましたよね。
はい、J パークも実は中性子を作るために、加速器を使っていて、近藤さんが使っている加速器ほど大きくはないんですけど、僕の実験で主に使っている加速器は1周が 350m、 でも陸上のトラックより少し小さいぐらいの、まあ、大型、決して大型ではない大きさではあるんですが、そういう加速器を使って実験をしています。まあ、トラックを全力で走ったら相当疲れますけどね、まあ、結構広いところ広い設備を使ってるなというイメージを受けましたね。今東海村という話でしたけど、これは茨城県ですね。はい、茨城県です。名古屋大学と行ったり来たり。あ、そうですね、まあ、主に現地で作業することがほとんどなので、1ヶ月のうち3分の1ぐらいは向こうに出張という形で行っています。じゃあ夢の2拠点生活そうですね、まあ、あまり茨城県東海村は、まあ、あまりないものが何もないので、まあ、僕個人としては名古屋にいる方が居心地はいいんですけどまあ、たまにね、こう景色変えることで、逆に名古屋の良さをね、こう感じられるかもしれませんね。近藤さんも。私はスイスのジュネーブの郊外にある LHC 加速器という加速器を使っているんですけれど、その加速器は、名古屋でいうと名城線1周ぐらい、東京でいうと山手線1周ぐらいの周長です。めちゃくちゃでかいですね。でかいですね。地下に埋まってるんですけど。じゃあ私が今度名城線に乗ったら、ああなるほど、今私は粒子になった気持ちで回ってるんだと衝突するんだとこれからと、ね、そんな気持ちで乗れるかもしれないです。相当でかいですね。どうですか、たまに施設に行くためにどこに行くんですか。ちなみに、あ、はい、私はスイスにある加速器に年に1回2回行けるぐらいの頻度で行く予定です。なるほど、はい、去年はちょっとコロナで行けなかったんですけど、はい、私は行けそうです。どれぐらい滞在するんですか。1回の滞在が1ヶ月ぐらいだと思います。じゃあ長谷川さんの時は、まあ、頻度高くでも1回の滞在期間少ないですけども、まあ、近藤さんの場合は行くってなったら1ヶ月バッと行って、まあ、頑張ってやってこなきゃいけない。なるほど、その間にデータを取らなきゃいけないってプレッシャーもなんかね、ま、ありそうですよねそうですね、はい、そうですか。では研究の方も相当忙しいように思いますけれども、KMI、SCT 両方やるって忙しくないですか。はい、僕は先ほど言ったように1ヶ月のうち3分の1ぐらいを茨城県で出張しているんですが、まあ、KMI、SCT の活動としては1ヶ月のうち2回ぐらいミーティングがあって、でそこで、まあ、各週おきに何かそのミーティングをして、そこで間違えて宿題をするというような流れで活動しています。今のところ僕は無理なく活動できているような気はします。どんな宿題があるんですか。あ、まあ、先ほど言ったようにウェブ記事の執筆であったり、グッズの発注であったり、まあ、もろもろのそういう作業です。グッズとかも作ってるんですね。あ、今実は丸山さんの手元にこれ付箋もらいましたよ。すごい素敵な感じで。お、KMSCT の付箋ですか。付箋の表面に1秒に何個ぐらいの粒子が通り過ぎるでしょうかっていうちっちゃいクイズがあって、はい、正解は QR コードからご覧いただけますっていうとっても可愛い仕掛けが。それでだいたい5センチ角ぐらいの付箋ですけれども、付箋1秒にどれぐらいの数の素粒子が通り過ぎるんですか。それはぜひ私たち KMSCT のウェブサイトを見ていただけたらなと思います。たくさんコラムを用意しています。素晴らしい、続きはウェブでということで、はい、ぜひ皆さんね訪れてみてください。グッズもそしてウェブの運用もこうやっているということなんですね。近藤さんも大丈夫ですか。忙しくないですか。はい、まあ、研究の合間を縫ってちょっと解析のコードのループを回している間にこっちの作業をしたりっていう風に時間を有効活用してます。まあね、でもすごくこうやりがいを感じておられるんだなっていうのをね、お二人から話を聞くとすごくね、感じます。こうした KMSCT の活動をこう始めたきっかけみたいなのについてもちょっと聞いてみましょうか。長谷川さんいかがでしょうか。はい、僕がまずそもそもアウトリーチ活動というものに興味を持ったきっかけというのは、やはりその家族に大学院でどういうことをしているのということを聞かれたときに、
まあ、あまりはっきりとした答えを自分の中で持てていなかったというのがあります。はい、まあ、大学院生あるあるだとは思うんですけど、でもさらにその中でも素粒子の実験という、まあ、あまり一般的ではない分野を研究していることもあって、まあ、それが何の役に立つのとかいう質問に対してってなっちゃう時があって、まあ、それにうまく答えられる何かを見つけれたらいいなという思いを持って活動しています。たくさんの方に自分の研究を、ね、知ってもらって、また自分の研究のこう社会での位置づけみたいなのが見えてくると、すごくなんというかやる気が出るというか、なんか、まあ、もちろん答えがないことなのかもしれないですけど、楽しみですよね。近藤さんはいかがでしょうか。はい、私は昔から科学館が大好きで、その科学館でその科学のことを知ることで、あの日常生活でもこんな物理があったんだみたいないう風に感じられるので、もっと日常生活が豊かになるというか、ちょっと科学のことを知ることでもっと生活が楽しくなるっていうことがあるんですよね。なのでそれを私も発信する側になりたいというふうに思って、このようにアウトリーチ活動を始めました。科学科にもよく行かれるんですか。はい、あの企画展が更新されるたびに行ってます。すごいたくさん行ってますね、はい、そういうところでもやっぱり素粒子宇宙関係の展示でもあるものなんでしょうか。そうですね、名古屋市科学館ではあの素粒子宇宙コーナーが結構大きく展開されています。まあ、でもまだまだね、そういった展示以外のところでも発信をもっともっとして魅力を伝えていきたいということなんですね。このようにこう研究とそしてこういう発信活動っていうのをこう両方やるっていうね、今回はお二人ですけれども、これから実はその研究だけじゃない活動にもこう魅力を見出していく学生の方って、まあ、多いんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。もうそういった学生の方にこう、待ってますよというメッセージをちょっといただいていいですか。じゃあ長谷川さんお願いしますか。はい、僕は実は大学の学部は広島大学で、大学院の修士課程から名古屋大学に移ってきました。その中でその素粒子実験というのが、まあ、ある程度決まってはいたんですけど、どのような研究分野があって、どのような研究室がどこの大学にあるのかということを、僕はあまり知らずに大学院受験をそのまま考え決めてしまって、まあ、結果的に今のところうまくいっているとは思っているんですけど、これから大学院に進学する、あるいは学部4年生で研究室を選びを迷っている人に向けて、どのような研究分野がある、あるいはどのような人がそこで研究をしているということが伝わればいいなと思っています。ぜひこの放送を聞いて少しでもね、自分のこう研究の進路に役立ててもらいたいなというところですね。近藤さんいかがでしょうか。はい、もう長谷川さんが言った通りなんですけど、それどんな人が研究をしていて、どんなところでこういう研究が生まれているのかっていうのをちょっとでも発信できたらいいなと思います。またこの番組を聞いて、あ、面白そうだからやっぱこの道に進もうなんていう学生が一人でもね多くなってくれたら嬉しいなと思いますよね。でまたこの KMSCD にね、加入もぜひウェルカムということで、皆さんお待ちしております。お待ちしております。ぜひお願いします。はい、さあではお時間も長くなってまいりましたので、本日はこのあたりで、クロージングに向かっていきましょう。繰り返しにはなりますけれども、これから月に1回のペースで1年間続けていこうと思います。お相手は主にあやつかが担当していく予定でございます。これからのこちらの放送に向けて、最後にお二人から一言ずついただきましょうか。では長谷川さん、今後の抱負とお願いします。はい、毎月1回1年間無理なく楽しめたらいいなと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。近藤さん。はい、皆さんに楽しんでいただけるような配信ができたらいいなと思います。頑張ります。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあということでね、これからは現場の研究者の方、いろんな方も含めて、この番組を作っていきたいと思います。これからもよろしくお願いします。それでは失礼いたします。さようなら。